昨日14日目で14戦全勝、優勝を決めて綱取りを確実にした白鵬、千秋楽は今日は結びで全勝優勝をかけての朝青龍戦です、ね、さあそしていよいよです。福立呼び出し、秀夫が両力士を呼び上げました。今場所立行司の式守伊之助とともに昇格しました第34代木村庄之助、結びの触れ、今場所最後の取り組みです。すでに幕内最高優勝は昨日14日目この白鵬が決めています。ただ来場所に向けて非常に意味のある、来場所以降に向けて非常に意味のあるこの両者の対戦です。グランバートル出身高砂部屋西方大関白鵬、モンゴルウランバートル出身宮城野部屋、行司は木村庄之助、今場所最後の一番であります。朝青龍がまさか10勝4敗という星でこの千秋楽を迎えるとは誰が予想したでしょうか。中日を終わって全勝で朝青龍白鵬4人という展開だったんですが、ここに来て北の富士さん3連敗するとは思いませんでしたね朝青龍が。はい、思わなかったですね、はい、今頃全勝で 対決すると、はい、ばっかり思ったんですがね、はい、意外な崩れ方を見せましたしね。そうでしたね。今館内が沸いたのは先ほどあの琴光喜千代大会戦が21本の懸賞とご紹介しましたが、この結びは48本の懸賞がかかっていまして、今も東西の花道を呼び出しがこうして行き来している、また今度は東の花道から呼び出しが上がってくるので館内が沸き始めたということです。ご覧のように過去は9対4、最近朝青龍が白鵬に3連勝中なんですが、ただし先場所の優勝決定戦はこの中に画面にはこの画面にはありません。優勝決定戦は立ち合いの変化で白鵬が朝青龍を破るという場面が先場所ありました。先ほど向正面の舞の海さんはそのことが頭にある両者、はい、朝青龍にはもしかしたら立ち合いという話をされてましたが、もう少し具体的に言うとどんなことをしそうですか。私はね、稀勢の里戦の桁繰りがありましたよね。ありましたね、何場所か前、はい、あれもね、私ちらっと考えてるんですよね。なるほどなるほど、もう横綱はですね、はい、まあ、場所前から、まあ、今場所前だけじゃないですけども、ここもう 1、2年その稽古不足だと言われてきてますよね、はい、私はね、もう貯金がねほとんどないと思うんですよね。なるほど。そしてもうスタミナもだいぶなくなってきてると思うんですね、はい、ですから真っ向勝負でね胸を合わせて白鵬とはとっても分が悪いと、なるほどね、思った時にそういうことを、はい、そういう作戦も考えるんじゃないかなと思うんですね。それとこの外国出身力士の特徴として、はい、ここ一番絶対勝ちたいとなると手段選ばないんですよね。ちょっと言葉悪いですけどね、手段は選ばない、まあ、そうなんですけども ね、はい、もうどんなことしてでも勝ちたいという気持ちが強くなると思うんですよね。確かに現状では胸ががっぷり合いますと白鵬の方が上、ただしこの一番にかける気迫ということではこの朝青龍は誰にも負けません。まあ、ただ白鵬も気持ちという面では綱取りの重圧の中全て白星を連ねてきたのは見事。まあ、全勝で飾りたいというのもありますが、
北の富士さん、はい、まだあの白鵬は過去2回の優勝は本割で朝青龍に勝ってではないんですよね。やっぱり大きな、ね、目標でもありやっぱり壁でもありますからね、はい、あご両親が見えてますね、はい、あこれは朝青龍ね、前の海さんが、まあ、あるいはケタグリとか言ってますがね、はい、これ以上やっぱり小細工しないでしょう。そうですか、あそうですか、もうあの横綱ですからね、その辺はプライド持ってますよ。もうね、小細工してね、これ以上それで負けたら恥の上塗りしたくないでしょう。そうですか、うん、さあそしてここで制限時間いっぱい、迫力のある睨み合い、来場所はおそらく横綱同士の対戦が見られるでしょう。この千秋楽、今場所の成績はもう関係ありません。壁を越えて全勝優勝か白鵬、朝青龍、先輩横綱の意地を見せるか。さあ夏場所千秋楽結び、突っ張り合いになっている、白鵬も応じている、組み合った、組み合って両者まだ上手、朝青龍上手、朝青龍が上手、白鵬はどうだ、白鵬も上手を引いた、胸があって館内この拍手、引き付け合いだ、引き付け合いだ、どうだどうだ、両者の意地が交錯する土俵中央、全勝優勝を目指す白鵬、意地でもこの体勢から勝ちたい横綱朝青龍、引き付ける、残った大相撲、まさに新時代を予感させる大相撲。上手を切ろうという白鵬、出し投げ、白鵬全勝優勝、壁だった朝青龍を破って全勝優勝、これで横綱昇進文句なし、誰にも文句を言わせない全勝優勝で綱取りの場所、白鵬を締めくくりました。今日は偉大なるお父さん、モンゴル相撲の大横綱ムーフバトさんと、それからお母さんのタミルさんも見ていました。その中で見事モンゴルの先輩、先輩横綱の朝青龍を破って見事全勝優勝、しかしこの朝青龍も見事でした。表情が緩みます。見事に全勝優勝、全勝で本当にの場所を締めくくったのはあの貴乃花以来ということになります。まずあの北の富士さんがおっしゃった朝青龍の横綱の意地、そうですね、少し立ち合いはあの変わり気味ではあったかもしれませんね、はい、ただあのやっぱり真っ向勝負だったと思いますよ。そうですね。